ナールズ・フライシャーはアメリカ合衆国のコメディアン、俳優、声優である。1950年、ワシントン DC に生まれる。サウサンプトン大学で学んだ後、シカゴにあるグッドマンシアターで演劇を学んだ。幼い頃からエンターテイメント業界に興味があり、スタンダップコメディアンとしてキャリアをスタートさせた。その後、 1974年にテレビドラマシリーズポリスストーリーへ出演して俳優としてのキャリアをスタート。その後もテレビや映画などへ出演して経験を積み、1980年代初頭はエルム街の悪夢やデッドリーフレンドなどのホラー映画へも出演している。1988年にロバート・ゼメキス監督でスティーブン・スピルバーグが制作葬式を務めた。 ロジャーラビットでタイトルロールでもあるアニメーションのウサギ、ロジャーラビットの声を演じたことから一気にその名が知られるようになった。同作品は実写とアニメーションを合成させた作品になっており、フライシャー自身もボブ・ホスキンス演じる実写側の主人公のやりとりで物語を盛り上げている。その後制作されたスピンオフの短編アニメーションにおいても同役で声の出演を果たした。 近年でもアニメや映画、テレビドラマに精力的に出演を続けており、デビッド・フィンチャー監督のサスペンス映画、ゾリアック、ジョニー・ディップが声優を務めた、ランゴなどへも声の出演をしている。ありがとうございます。